はいどうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやーということですね、さあやってまいりました。今回ですね、スノーマンさんたちから3人組ダンスのこちらバージョン2ということで、バージョン、第2組目ということで、岩本くん、ラウルくん、阿部級のダンス見ていきたいと思います。収録ボタン、うん、ファイということで、なぜ私が笑っているのかというと、もう岩本くんのこの状態からしてちょっと面白いですけども、ということで、まずはリアクションを取っていきまして、リアクションが終わった後に3名様のそれぞれのダンスの特徴について、お話をしていきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。大変お待たせいたしました。それでは行ってみたいと思います。著作の関係など音はこちらに聞かせていただいて、というところで皆さんご了承くださいませ。行ってみましょう。レッツラーゴーズ。わー。うわ。いやー。おー。うまい、本当にうまい。ちょっともう一回だけ行かせてください。すいません。ああ、おお。いやかわいい3人だなかわいい3人だなっていう感じでございますかね。いやー、うまいわー、本当にダンスがうまいですね。シンプルにうまいなっていうところでございます。3名様とも本当に美味しいダンスだっていうふうに思うところでございますので、まずは真ん中からですからね、岩本くんからいきたいと思います。このちょっとね、オフな雰囲気出してからのスロー、スロー、スローっていうところですね。前もちょっとお話ししたかなとは思うんですけども、岩本くんのやっぱりダンスの魅力になるかなっていう、その魅力の一つは、やはりそのえげつないほどの緩急の付け方っていうことで、この世における緩急は多分全部できるくらい、いろんな種類の緩急をつけられていて、で、その緩急が、振り幅がめちゃくちゃ広いんですよね。だからすっごいダイナミックに来てからめちゃくちゃミニマムに持ってくるっていうところの、その緩急をつけた時に生まれる美学っていうものを、そもそももう知ってる人というか捉えてる方なので、ご自身の振り付けにももうそれが思いっきり入ってるじゃないですか。で、そこにプラスアルファオリジナリティみたいなものと、ダンスの持つその従来の、なんでしょうね、こう受け継がれてきてる醍醐味みたいなものを自分のオリジナリティと掛け合わせて、そこに緩急っていう一つのやっぱり技というか見せ方っていうものを取り入れるっていうのが、もうまさにその岩本式と言いますか、結構珍しいと思います。こういう風にアイドルとしてアーティストとして活動されていて、振り付けもされていてっていう方の中で、そういう緩急スタイルをもう存分に取り入れていくってい うところに、なんか強みとしてそれを持ってる方っていうのは、僕見てる限りあんまりいらっしゃらない気がしていて、そのぐらい岩本くんのその美学みたいなものを感じるんですよね。だから今回もやっぱりこう振り付けを見ている中で、踊っている中で、振り付け師はレイナさん今回ですけれども、その緩急の部分を岩本くんというフィルターを通じて見ていくと、ここら辺とかもすごくスロースローっていう、この手元のちょっとした緩さとか、この前塩麹くんの時もちょっと言ったかな、塩麹くんとか深澤くんとかもそうなんですけども、やっぱりスッっていう風に抜いた時、深澤くんとかは結構この抜きのところにリズム感っていうのがこう入っていくので、こうノリ感が割と入るんですけども、岩本くんの場合って少しこのノリ感も消していくんですよね。なのでより小ささが際立つというか、でもこういうところのジャンプの部分とかすごくやっぱ大きいじゃないですか。なのでダイナミックっていうものの捉え方は、やっぱりその生まれ持ったフィジカル
とか、あとはその筋繊維たちのうなりですよね。あの、もともとやっぱり体を鍛えてらっしゃるっていうところもそうですし、そのボディコントロールっていうものにおける意識も高いと思うんですよ。なので、そのじゃあスローに動くとか、ちょっと抜きで動くとか、小さくミニマムに動くっていうことがいかに難しいかを知っていらっしゃって、でそこに到達した時の気持ちよさみたいなものが、もしかしたら自分の体でもうなんか味わえてるから、そういうところをすごく強調して踊ってらっしゃるのかなっていうふうに思うというか、ダンスとしての醍醐味として捉えるだけではなく、肉体的にもそういう体の使い方した時に、うわこれだわーって言ってパチーンってハマってるんだろうなっていうのが、ダンスしてる時の表情から伝わってくるんですよね。なので、よりそこが気持ちよさそうに踊ってるというか、あのだからすごいなんかいろんな角度から噛み合ってるんですよ、岩本くんの緩急っていうものはね、っていう、ちょっとすいません、あの熱く語ってしまってますけれども、このね、この感じとかね、頭の高さをそのあんまり変えないでこう乗っていくところとか、2番のサビになるとまた乗り方がもうちょっと高いところで、これぐらいになるっていうところとかね、その使い分けもですよね。でこの後とかに大きく入ろうとするときに、頭っていうんですかね、この首元からグッっていう風に上半身入ってって体を起こしに行くところとかで、起こした時にはグーンっていう風にグンドーンっていうよりかグンスッってこう止まる感じがあるんですよね。でこのスロースローの部分で、ちょっとこのお顔でスローを感じてるっていう、この音楽を感じて今俺のバイブスっていう顔をしてるんですよ。ここら辺がやっぱり体の筋繊維の引っ張りをあのご自身で感じながら、スロースローっていうその歌の部分を表現した時にめちゃくちゃ気持ちよくハマってるので、こういう表情が出てくるというか、これだよねって思いながら多分踊ってらっしゃるんですよね。いやすごいですね。ちなみにあの2サビの部分のスロースロースローの部分のあのミニマムな動かし方とかマジでやばいと思います、本当に。ここのちょっと入り方、ここですよね。これだから首っていうか上半身一個下げて入っていくところとか、やっぱりちょっと分離させるっていう感じですかね。ここのあたり独立させる頭と、この首から上半身とっていうのはあんまりこうくっつけて踊るっていうか、分解させて踊っていくっていう意識も高いですよね。つかっつたんつたん、ここら辺とかちょっと顎を上げるんですね。上目遣いな感じで上に伸びるというか、上よりちょっと後ろにこう伸びていく意識っていうところ、身長は大きい方なので上への意識みたいなの取った時すごい高いんですけども、その膝をしっかり使って腰を落としてすごいローな状態にも入った時がかっこいいじゃないですか。このあたり、ここら辺とか高さ均一になるぐらいのこの感じですよね。こういう低いところのなんか美学みたいなのと、高いところの美学みたいなものが、この首を伸ばしながら踊っていくところとか、高低差っていうところもすごくやっぱり効いてきてるんですね。でここの抜きですよね。これは憎いな。このフィジカルでこのぐらいで乗ってるのでまたかっこいいというか、だから生で見てみたらすごいことにやっぱなるんだろうなっていう風に感じる方も一人は岩本くんですね。こういうところ本当にダンスめちゃくちゃうまいですし、戻っちゃった。ちょっとやっぱり日本人離れしたグルーヴ感だよなっていう風に思います。ラウルくんとかもそうなんですけどね。いやすごいですね。あの自分を持ってるダンスだなっていう風に思います。めちゃくちゃ憧れますね、こういうダンススタイルはね。次阿部キュン行きましょう。阿部キュン素晴らしい。阿部キュン、いやー阿部キュンの最近のダンスを見ていて、僕がすごくすごく素敵だなっていつも思うのは、やっぱり頭の使い方というか、首の振り方というか、思い切りみたいなものが、これだけやっぱり爽やかにインテリジェンスな高青年な方がブワンっていう風にもうオラオラに踊ってるっていう、もうその事実、もう文字に起こしただけでもすごい震えるじゃないですか。でそれを実際にこう見た時に、その実物を見た時に、ここからのこの跳躍の高さからの頭を下にブンって振りに行くところとか、
で、ここのつくかの部分とかも、この手元というか上半身部分のこのアクセントと頭のドンっていうこの当て感も一緒にセットで踊ってらっしゃると。で、阿部君のダンスとかって結構アクセントが見やすいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、そういう時に多分阿部君の中でここのアクセント強く取りたいから、こういうふうにちょっとと回ってから頭を上げて顎を上げてから落とすっていう、このまま下に入るんじゃなくてちょっと上げてから落とすっていう、少しだけ遠回りをして勢いをつけていくっていう、なのでここら辺のインパクトがやっぱりすごく強くパーンって当たっていくんじゃないかなっていうところですね。で、ここのトゥトゥカッの部分とか、ちょっと顎を引いて首元で当てていくところ、ここも素晴らしいですね。ここからの顔の入れ方で、下げ方、上げ方っていう、ここの1、2、3か、Z のこういうラインとか、三角のラインがめちゃくちゃここ、メリハリ効いてるんです。1、2、3。これですね。ここまではっきりと頭の軌道で状態、その体全身の軌道を表現していくっていう、本当に明確に明瞭にダンスを理解して落とし込んだ上で、ポイントというか、掴みたいコツの部分っていうものをちゃんと表現していくので、ダンスの大事な部分絶対に押さえて踊ってらっしゃるなっていうふうに思いますし、同時に、このダンスはどういうふうに踊ったらかっこいいのかとかっていうのも理解して踊ってらっしゃる方の踊り方なんですよね。ここまで正確に一個一個のアクセントを取れる。しかもそれがちゃんと強いっていうところまで含めて、ダンスが単純に上手いっていうだけじゃなくて、そもそも頭で理解して、自分の中にそのトレースし、それを今度アウトプットしていくっていう慣れない横文字を使うと大変なことになるんですねということで、そういうその仕組みがやっぱりできてるというか、構築されてるというか、踊り方見てても思います。やっぱインテリジェンスだなっていうところですね。で、ここのブンって乗った後のこの手の高さが、なんともオツポイントですね。これ岩本くんのこのサイズ感に匹敵するほどのダイナミックさを持ってるんですよ。というか、岩本くん、ラウルくんってめちゃくちゃ大きい方たちの中で阿部君も踊ってるじゃないですか。で、このサイズ感が3人ともその、なんですか、ニュアンスというか、同じじゃないですか、スケールが。なんでだろうなってなったら、やっぱ見たら阿部君のこういうところのシルエットですね。手の位置をやっぱり少し高めに持っていくところから落としていくのと、これ大きく足を開いた状態で背中の後ろ側に乗るのがちょっと深いですよね。で、多分頭も一緒にグッて持ってってる感はあるかな？ありますね。うわららっていうこの後ろの踏ん張りっていうんですかね。なので、ここ、腹筋と背筋でめちゃくちゃ体を支えてるのもそうですし、しっかり足で踏み込んでいくところもそうですけど、この低いラインっていう低いその位置、あとはこの体のこのラインのシャープさとか、素晴らしいですね。スロースロースロー、背中からちょっとこう持っていく感じ、押されるようにこの手元に体が引っ張られていくっていうような、そのニュアンスも素晴らしいですし、めっちゃいいなぁ。この今の一個グッて入っていくところのこの踏ん張りというか、口の食いしばりと頭の下げ、ターンの部分とか、多分一個ね、カッっていうイメージみたいなものを持ちながら、カッっていう音を多分すごく想像して踊ってると思います。ドンとかカッっていうところ。あー、一個止まるんだなぁ。細かいなぁ。トゥルルドゥトゥトゥルトゥトゥっていうところのワン、ツー、スリーの部分で、グッてちょっとこう、こらえて止まる感じわかりますかね。ここでスッてこう、溜めるんですよ。ここです。ドゥーン。めちゃくちゃいいダンスしてる。素晴らしい。喋りながら、どんどん細かく見ていくと、うわー。ダンスで分かります。マジで多分阿部君めちゃくちゃ頭いいんだなっていうのが分かります。本当に、あー、ちゃっちゃっちゃ、ちょっとここキープ長いんですよ。手元のキープ感ちゃんと残してから振って、で、ここ手元キープしてこう乗っていくところ、ちょっとこう大きめに振りながら表情つけてイエーっていう風に、ここら辺はこうバイブスをバシバシ感じられますよね。阿部君のね、ここの頭の下げ方、上げ方、下げ方、上げ方、
最後かわいいのね。なるほど。さあ行きましょう。ラストですね。ラウル君行ってみたいと思います。もうこの乗り方からね、グイグイ入ってますね。そう、見ていてすごくやっぱり注目はこの立ち方というか、スッっていう風に音をなくした状態でゼログラビティになるとか、ゼログラビティだと無重力になっちゃうんだけども、それぐらい重力を感じさせないぐらい、その真空状態で地面を踏むっていうのがやっぱりポイントというか、すごいそのぐらいつま先とかかとに意識を置いてるなっていうところから始まってますね。ここのスロースローの部分めちゃくちゃ細かいんですけど、上半身のツイストと腰のツイストっていう、ここがすごく大事になってきてると思ってて、この肘はこっち側に張ってるんですよ、右側に。なんだけど肩は後ろに引いてるんですよ。肘前、肩後ろ、腰前、膝後ろみたいな、パタ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 っていう風に前後が関節ごとについてるっていうのを、ここすごくラウル君細かく撮ってるなっていう風に見えていきます。膝の部分、腰の部分、肩の部分、肘の部分、ただお顔は正面軸まっすぐにバコーンと撮っているっていうところがあるので、本当にここに一本あって、こういう風に髪がパタ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 っていう風に上から下にかけてこうはためいてるっていう感じですね。素晴らしい。で、高い跳躍、下を見ることによってよりこの足元のジャンプ、この空間にも意識をさせて、着地、顔を上げるすごいな一個一個の顔を前に出てくときのブンっていうところ、さっきの阿部君の話とちょっと通ずる部分にはなりますね。と、横行ったところの、こっち見てからの正面戻して、ねえ、ちょっと待ってね。ちょっともう一回見ていいですか？ちょっと待って、むずい。トン、チャン、トン、トゥトゥタ、トゥン、ツタン、ツタン、ツタン。あー、なるほど。上半身の固定ですね。まず、ここで、ガッて自分のポジショニングを取ってキープします。固定した状態で頭のブンツカッカカっていう風に、外側の枠でハンガーみたいにここカチッと固めて、中とこの首元でグルーヴ感を出しに行ってるっていう感じがちょっとありますね。で、あとはこのワイドな足のスタンスと低い腰の位置によって、めちゃめちゃ重心を下に下げて踊っていきながらも、手の軌道っていうのはすごく大きくてダイナミックなので、低い姿勢なんだけれども上も寂しくないよねっていう、上の豪華さもちゃんと残してるよねっていうところはポイントですよね。うまい。ちょっとまたね、スタイルラウル君だなっていう風に思いますね、このあたりとか。あー、ちょっと頭をここで下げて、その場に残しといて、ここで上げてくるっていう。で、上げ方も人それぞれ、うわーって取る人もいれば、ブン、つかっかっていう風に、顎をちょっと下げ気味の人もいれば、上げ気味の人もいればっていうところですよ。だから、安倍キュンとかはちょっとこう上げて、ふわーっていうのを見せに行くっていう。で、ラール君の場合は少し、ズドンズンズンっていう、ズゴーっていう、下に重たーく流していくっていうところを見せてってるのかなっていう。これ正解不正解っていうよりかは、音の感じ方というか、聞き方のオリジナリティになってくると思うので、ここら辺がやっぱりスノーマンさんたちってすごく個人の色が出やすいんですよね。だから見ていて面白いっていうところ、やってる動きは揃ってるんですけど、一つ一つのニュアンスで少しずつオリジナリティが出てるっていうところですね。あー、なるほど。小さいですよね。少し小さめに撮ってますよね、ここら辺はね。岩本くんもそういう意味で言うとちょっとこう小さめに撮ってる感じありますかね。うんうん。この低く入ってからのこの書きですね。この書き書いて、またここでゼログラビティっていう風になるところからのスロースロースロー、初速の部分でグンっていう風に入ったんですね。スローっていう風にちょっとこの引っ張られ感というか、ここの
ヒットスタートみたいな、ポンっていうニュアンスをちょっと一発目を強めに取って、その後を少しの余韻みたいなもので振っていくっていうところなのかなっていう、スローの一本目を強めに取るっていうところですね。で、そのスローの質感に合わせて表情を柔らかくしていき、目線を少し左上に持っていくところで、ここからまた思いっきりエンジンを吹かして、ちょっとこう岩本くんを見に行くところ、首元がうんっていう風に揺れてますよね。ここら辺にちょっとこうバイブスが乗ってるっていうところとかは、やっぱもうちょっとあの技というかテクニックというか見せ方というか、こういう、オリジナリティであり、ちょっとした遊びが入れられるっていうところがやっぱ魅力ですよね。ちょっとだから多分岩本くんに意識しながら、えいみたいな感じですよね。岩本くんみたいな感じですよね。手の書き方かな、ドンツタツタン、引っ張り合いみたいなものの見せ方がうまいので、こうタラララタララっていうところがすごく綺麗に見えてくるっていうのはあるかなっていうふうに思います。で、最後の部分はもうちょっとこう余裕な感じが出ていて、右手でちょっとこうなっていくところとかね、この最後にジャケットで持ってきて体をしまい込むところとか、これはちょっとオリジナリティですよね。もうちょい前かな。ギャルピース。あー、ここの着地もゼログラビティ。最後そうなるのねっていう感じですね。はい、という感じで、いかがでしたでしょうかということで、本当にあの、個性が素晴らしいですね。だし、こんなにも、その3名様のそれぞれのキューティクルが見れるっていうところで、なんか、あの、マイウェイをみんな言ってるなっていう。ただでも、大きいベクトルで言うと、本当に皆さんのその目指してる方向だったりとか、まあ曲に対するイメージや意識、思いっていうものは揃ってるよねっていうところの面白さですね。だからこれ、あの、3人ずつにさせていただいて、やっとお一人お一人をこう深くダンスの特徴を見れるなっていう感じなので、やっぱり9名様いらっしゃるってなるともうすごいことになるんですよ。でもすごいことになるからスノーマンさんっていうチームになるよねっていうところにもなるのかなと思っていて、これがやっぱりそのチームの凄さなんだなっていうのをね感じているところでございます。ということで、長くなってしまいましたが、いかがでしたでしょうかということで、皆様の感想もよろしければ、ぜひぜひ下のコメントなんかいただけたら嬉しいでございます。よろしくお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、